めんどくさいことや難しいことはもう無理、続けられないという方は、まずこの飲み物を飲んでみてください。皆さんは痩せるために血糖値を安定させることが重要ということはご存知でしょうか。血糖値の急上昇は太る原因となるだけではなくって、見た目が老ける原因となったり、糖尿病などの病気の原因になるということも言われていますよね。そのため、見た目も体内もいつまでも若々しさを保っていくためには、血糖値を意識することが必要不可欠なんです。とはいえ、現代の日本ではかなり意識しておかないと、うっかり血糖値を急上昇させてしまうもので溢れているんです。ただ、身近にある飲み物を活用するだけで、血糖値の上昇を防ぐこともできるんですよ。飲むだけなら簡単ではないでしょうか。ということで、今回の動画は、糖尿病予防、血糖値の上昇を抑える、ある飲み物を飲むだけで、みるみる痩せていきます、というテーマでお伝えをしていきます。特に最後に紹介する飲み物は、好きな方が多い反面、あえて控えている方も多いと思うので、ぜひ最後までチェックしてみてください。それでは今日のテーマ、いきましょう。血糖値が重要な理由と血糖値を急上昇させる飲み物です。まず最初に、ダイエットや健康、美容においてなぜ血糖値を安定させることが重要なのかという点からお伝えしていきますね。健康、特に糖尿病の発症に血糖値が関係していることはなんとなくイメージできていますよね。簡単に説明していきますと、血糖値を急上昇させる食事を続けていると、血糖値を下げるインスリンというホルモンがたくさん分泌されてしまうので、体がそれに慣れてインスリンが効きにくくなったり、インスリンを分泌させる膵臓が疲れてインスリンが分泌されにくくなってしまうんです。その結果、血糖値が下がりにくくなるので、糖尿病につながってしまうんですね。また、このインスリンは別名、肥満ホルモンとも呼ばれているんです。なんて嫌な別名。なぜなら、インスリンには糖を脂肪として蓄える作用があるから。つまり、血糖値を急上昇させて、インスリンをたくさん分泌させる食事をすることは、脂肪を蓄積させるリスクがあるんですね。加えて、血糖値を急上昇させることは、糖化という細胞の老化にもつながるんです。糖化とは簡単に言うと焦げのことで、ホットケーキの表面が茶色くなる現象と同じことが細胞でも起こってしまうと言われています。この細胞の焦げ、糖化は肌のたるみやシワ、シミに加え、様々な病気の原因にもなっていくんです。細胞自体が老化してしまうわけですから。ではこのように血糖値を急上昇させる飲み物とは一体何か。それはズバリ甘い飲み物。その中でも甘味料が入っている飲み物、特に加糖ぶどう液糖という甘味料が入っている飲み物は血糖値を上げやすいので要注意です。ちなみにこの加糖ぶどう液糖は市販の清涼飲料水にも多く含まれているほか、ドレッシング、納豆のタレ、めんつゆなど、そういった調味料にも含まれているものが多いです。他にもダイエットの NG の飲み物を押さえておきたいですよね。そういった方はこちらの動画もおすすめです。かなり詳しく解説しています。ダイエット中に飲んだら最悪な飲み物教えますという動画です。概要欄にまたリンクを貼っておきます。このように健康だけではなく、ダイエット、美容においても血糖値は急上昇させないことが大切なんです。そこで今から血糖値の上昇を抑えるために簡単に取り入れられる飲み物を4つご紹介していきますね。血糖値の上昇を抑える飲み物の1つ目です。じゃん。トマトジュース。こちらはジュースではなくてカットトマトですね。いつも楽天でまとめ買いしています。私は、飲むというよりもお料理に使うことが多いです。一時期ダイエットに効果的とね、話題になったトマト。その理由ってわかりますか？そう、リコピンですね。リコピンが豊富だから。そもそもリコピンって何？というと、赤い色素成分のことで、これは抗酸化作用が強い成分なんです。抗酸化作用が強いと、細胞の酸化を防げるので、細胞が元気になることで、代謝アップ効果というのが期待できます。また、抗酸化作用があるリコピンは、シミやくすみの元となるメラニン色素の沈着を抑えて、透明感に溢れた肌へ導く効果もあると言われていますよ。
そしてこのリコピンこそ血糖値の上昇を抑える作用のある成分。なぜならリコピンはインスリンの働きを活性化させてくれるからです。そのためトマトジュースを飲んでリコピンを取るとインスリンの働きを助けることができるんですね。トマトそのものではなくジュースでいいなら楽ちんですし、ジュースだとストックできるのも便利ですよね。ただトマトジュースは糖質が低い飲み物というわけではないので、ガブガブ飲むのではなくって1日につきコップ1杯程度を目安にしてもらえるといいかと思います。血糖値の上昇を抑える飲み物の2つ目です。じゃん、レモン水。レモン水といえばビタミン C が取れる、なんとなくヘルシーそうな、なんかおしゃれってね、いうイメージがあるかと思います。実は血糖値の上昇を抑える効果もあるんですね。これはレモンに含まれるクエン酸やポリフェノールによるおかげです。加えてレモンの香りの刺激は交感神経を高め、空腹ホルモンを抑え込み、満腹ホルモンの分泌を促すとも言われています。つまりですよ、食前にレモン水を飲んでおくことで食事の満腹感を感じやすくなるというわけなんです。この時大さじ2杯程度のレモン果汁を入れて、食事の20分程度前にですねレモン水を飲んでおくことがポイントみたいです。ちなみにレモン水のレモンは甘味料が入っていないものであれば市販のレモン果汁でもいいですよ。私はこちらの博多レモンっていうのを楽天でまとめ買いしています。毎日飲むのですぐなくなるのでまとめ買いしています。私が体型を維持するために、そして痩せるために飲んでいるもの、食べているものに関してはまた概要欄にも貼っておきます。ほとんど楽天の商品になるんですけれども、楽天が大好きなので。そう、私はね、田舎に住んでるのでなかなかね、こうスーパーに売ってないものも多いんですよね。で、まあ、過去の私のお話をちょっとさせていただきたいんですけれども、過去の私はビタミン取れそうとコンビニにあるこうレモンジュースっていうのをね、よく飲んでおりました。で、これはバッチリ甘味料が入っているので血糖値的には逆効果だと思います。で、過去の私も痩せるどころかね、もちろん太りました。あのジュースのようなスッキリ感を味わいたい方は炭酸水にこういったレモン果汁を入れて飲むっていうのもおすすめです。本当になんていうんですかね、レモンチューハイみたいな感じになります。血糖値の上昇を抑える飲み物の3つ目です。3つ目ですね、リンゴ酢。こちらも健康やダイエットに効果的なイメージのあるリンゴ酢。そのイメージの理由こそ血糖値の上昇を抑える効果があるからなんです。というのもリンゴ酢をはじめとするお酢には酢酸という成分が豊富に含まれていて、酢酸には血糖値の上昇を抑える効果があるんですね。加えてこの酢酸には脂肪の蓄積を予防する効果まであるんですよ。ちなみに先ほどお伝えした通り、酢酸にはお酢全般に含まれるので、リンゴ酢以外のお酢でも血糖値を抑える効果はあるんですが、リンゴ酢に一番多く酢酸が含まれていると言われています。またリンゴ酢は他のお酢よりフルーティーで美味しいので取り入れやすいですし、継続しやすいっていうのもおすすめポイントです。ただ市販のリンゴ酢には甘味料が含まれているものも多く、これでは先ほどのレモンジュース同様、かえって血糖値を上昇させちゃうリスクもあります。なので、リンゴ酢を取り入れるときは、原材料を確認して、原材料がリンゴ酢、もしくはリンゴ果汁だけのものを選ぶようにしてみてくださいね。参考までに私が普段飲んでいるリンゴ酢は、こちらも概要欄に貼っておきます。普通のスーパーでも売ってます。血糖値の上昇を抑える飲み物の4つ目です。じゃん、コーヒー。なんか私は、なんかこのコーヒー焙煎が好きで、もう5年以上ずっとこればっか飲んでます。で、これは意外と知らなかったっていう方もね、多いのではないでしょうか。カフェインが含まれているので避けている方も多いコーヒー。しかしコーヒーには血糖値の上昇を抑えるという嬉しい効果があるんです。それはコーヒーに含まれる豊富なクロロゲン酸というポリフェノール効果です。ポリフェノールというとワイン、ココアなどをイメージする方も多いと思いますが、コーヒーもポリフェノール豊富な飲み物なんですね。またこのクロロゲン酸には脂肪の吸収を抑え、すでに体に溜まった脂肪まで分解する作用があるというふうにも言われています。加えてポリフェノールであるクロロゲン酸にはリコピンと同様抗酸化作用っていうのがあるので、老化の予防効果まであるんです。さらに悪者と思われているカフェインにも実は脂肪燃焼効果があると言われています。つまりコーヒーって飲みすぎなければダイエットにも健康的、健康にも効果的な飲み物と言えちゃうんですよね。
具体的な量気になりますよね。1日に2杯程度までにして、コーヒーは利尿作用があるので水分も一緒にしっかりとるっていうことが個人的にはおすすめです。私もサブチャンネルの方ではね、3食の食事をすごくお届けしているんですけど、だいたいいつもコーヒーは2杯飲んでいます。他にもダイエットの小ネタをインスタとか公式 LINE の方で積極的に発信しているので、合わせてチェックしていただきますと、より理解が深まるんじゃないかなと思います。私たちにとって身近な飲み物にこんなに嬉しい効果があるとはびっくりですよね。めんどくさいことや難しいことは無理、続けられないという方はまずこの飲み物を飲んでみてください。ではチャンネル登録と高評価どうぞよろしくお願いします。食事からビューティー、松田りゅうでした。今日も飲み物いろいろごちそうさまでした。じゃあね、バイバーイ。